大谷翔平、常識外れない偉業を実現。エンゼルスの大谷翔平投手は27日、敵地で行われたタイガースとのダブルヘッダー第2試合に2番指名打者で先発出場した。2回の第2打席で3試合ぶりとなる37号ツーランを放つと、続く4回の第3打席では2打席連発となる38号ソロ。衝撃のアーチショーを演じた。111球の完封劇からわずか1時間20分後の衝撃弾だった。大谷から豪快なアーチが飛び出した。3点リードの2回2アウト1塁、ウワンマニングから3試合ぶりとなる37号ツーラン。打球速度約 173.2キロ、飛距離約 116.7メートルで、シーズン58発ペースとした。さらに続く打席でも驚愕の一発で、敵地のどよめきはしばらく収まらなかった。打球速度約 188.1キロ、飛距離約 132.6メートル。ダイヤモンドを回る際、左の腰を抑える仕草を見せた。マルチ本塁打は今季4度目で、2打席連発は今季2度目となった。ダブルヘッダー第1試合では9回8奪三振1安打無失点でメジャー初完封。今季9勝目を挙げた。それからわずか45分後に試合に出場。全く疲れを見せず、さらにチームに勢いを生む2発を放ってみせた。7回の第4打席で痙攣のため途中交代となった。チームは11得点の大勝で4連勝。54勝49敗の地区3位でワイルドカード進出圏内へ3ゲーム差とした。28日からワイルドカードを争うブルージェイズと敵地3連戦。ポストシーズン進出へ負けられない一戦が続いていく。大谷選手の打撃の魅力は、ホームランの放物線や飛距離がまさにアーティストっぽいところにあります。飛距離に関してもメジャートップクラスのため、文句なしのホームランキングになれる選手でしょう。まさかダブルヘッダーで完封勝利して次の試合で2打席連続ホームランとか本当にもはや返す言葉が見つからないです。メジャーで初完封初完投し圧巻のピッチング。これだけでも十分すぎるほどの偉業なのに、37号38号の2打席連続ホームラン。情報量多すぎていろいろ理解が追いつかない。脇腹大丈夫かな？怪我だけが本当に心配です。フルスイングだったからね。完封した後に試合にまだ出るとか人知を超えてる。そして日本の本塁打。怪我にも我々の常識を超えた耐久性であってほしい。単純に凄すぎる。ピッチャーとしても一流なのにバッターも一流。これでチームが強ければ。大谷は本当に夢を与えてくれる。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。